金型メーカーで生き残る方法についてお話しさせていただきたいと思います。金型業界っていうのは、まあコロナ禍で80%受注が減ったというふうにも言われてますと。まあ足元の資金繰りが非常に厳しい状態になって、まあ50%の会社は本当に苦しくなったと。まあなんなら工場を閉鎖してしまったというところも相次いだというところですね。 まあ、納品して初めて入金となるような業界なんで、まあ、金型は。なので、まあ、しょうがないところもあるんですけれども、まあ、ただ逆に、まあ、コロナが落ち着いて、まあ、復活した会社もありますし、まあ、コロナ禍から、まあ、受注が集中していたような会社もあったと。で、そういうところは何をやってたかというところについてお話したいと思います。金型メーカーで、まさに生き残る 方法ですね、まあ、そういった売り上げを上げたりとか視点を増やしたりとか、まあ、M&A したりとかして、まあ、どんどん取引受注の量を増やしているというふうな会社もありますとでそういう金型メーカーが何をやっているか、まあ、まさに生き残る方法についてお話したいと思いますもう結論先に言うともう日常的な営業をするということですねここにも書いてあります日常的な営業をしてきた会社がやはり受注を伸ばしているというところがあります、まあ、私たちが 金型メーカーの会社からたくさんお問い合わせいただくことが多いんですけれども。まあ、売上伸ばしてる会社がどういうことやってるかと。あ、あの、問い合わせいただくパターンって二つのパターンがあるんですね。で、一個目は、もう取引先開拓したいと。お今、売上あの、確保に困ってて、もう受注量がどん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 減っちゃってる。なので、売上獲得できる、まあ、受注先開拓したいというふうに言ってこられる方。これがまず一つのパターンですね。で、もう一つは、 今、売り上げどんどん伸びてますと。で、さらに受注を伸ばしたいと。っていうのは、設備投資とかして、機械も導入しましたと。あるいは M&A しました。なので、もっともっと受注できるキャパが広がりました。なので、取引先増やしたいです。この二つのパターンがあります。で、今言った後者の方ですね。まあ、売り先、どんどん増えて、受注も増えてます。さらに取引先開拓したいっていう会社の方、要は、受注が集中してるような会社は、 何をやってるかっていうことでヒアリングしていったら、まあ、当たり前のことなんですけど、日常的な営業活動しているということです。あなんだそんなことかって思った方もいらっしゃると思うんですけど、もう本当に日常的な営業できてますでしょうかと。まあ、簡単って分かっていることと、毎日日常的な営業していくってことと、全然意味が違うんで。まあ、分かっていても営業活動しなければ何にも意味がないんで、まあ、売り上げを上げてる会社の方は、もちろん、その、 営業で取引先開拓できるっていう簡単なことですけども、それが分かってる上に日常的な営業活動してきた会社です。というところですね。で、それはあの、簡単にこの紹介とか、まあ、いわゆる下請けですよね。を受けて、まあ、取引先を増やしたっていうことじゃなくて、やっぱり自らメーカーだったりに営業していくというような活動を重ねているというところがあります。 で、例えば、さっき言ったように、下請けは、利益率が低いんで、まあ、そういったものを避けて、メーカーに直接提案していったりとか、することで、まあ、信頼を獲得するっていうこともできるようになりますと。まあ、こういうことができないか、というふうな話もあったりとかして、まあ、より、まあ、例えば、じゃあ、こういうような機械入れるんで、より対応できますよっていうふうな話ができたりとかもしますし、まあ、この営業活動をメーカーに対して直接やっていくっていうところが結構ポイントになってきますと。で、まあ、顧客ですね。今まで、 お客さんとなって、まあ受注もらって金型作ったようなところでも、まあ紹介し,たしてもらったりとかリピートを得るのも、まあそういう顧客に対して営業していくことで発生しますんで、まあいずれにしても新規のメーカーに対してもそうですし、顧客に対しても日常的な営業をしていくっていうところがやっぱポイントになってきますと。で、よくあるのが、うちの会社、まあこういう分野にも可能性あると思うんだよねっていうふうな、 まあ、思われる方もいらっしゃると思いますし、まあ、そういうようなお声、伺うことも多いんですけども、まあ、大体今までやってきた分野に対しての提案っていうのが、やっぱり、その後も成果を生みますので、まあ、得意分野の営業っていうのが、やっぱり、あの、大切になってきますと。新しい分野の可能性、もちろん考えることもいいと思うんですけども、今やってる得意な分野への営業っていうのが、やっぱり、まあ、適的に受注先を獲得していくってことにつながってくるので、まあ、得意な分野へ日常的な営業活動していくと。 いうところがポイントになってきますで私たちは金型業向けの営業代行をやってます。株式会社セールスマーケティングファームといって、創業7年目で千葉県の船橋にありますと。で私たちは FAX を使った営業代行をやってます。で、FAX を使っている理由は2つあって、1個はこういったメーカー、機械修理、自動車整備、自動車部品といったような対象の企業は、この金型の会社の切り替えをいつも考えているわけじゃないんで、 まあ、たくさんの企業の中には、まあ、金型の会社の切り替えをちょうど考えてたという会社が中にはあるので、まあ、ある程度多くの会社に提案する必要があると。で、多くの会社に提案するとなると、まあ、例えば電話だったりとか訪問の営業だったりすると、まあ、莫大な手間がかかるというのと、費用もめちゃくちゃかかるということがあるので、FAX を使っていると。FAX を使うと、たくさんの会社に一度にアプローチできますし、また1社20円と非常に安価に提案することができるというところですね。 営業代行の流れをご説明します。金型の会社からご依頼いただいたら我々が営業代行を代わりにさせていただいて、こういった自動車部品とかそういった会社からは直接問い合わせが入ってくるといったような形になります。ご依頼いただいた企業の例ですね。神奈川県横浜市の金型の会社。 一点物の,の加工が得意な金型の会社です。ご依頼いただいて3日間で110社から問い合わせと。最初の1ヶ月で500万受注といったような形になってます。まあ、この金型にしては500万っていうのはそんなに大きい数字じゃないんですけれども、まあ、金型っていうのはさっき言ったように納品で入金となるような業界なので、まあ、この500万入金があったということについてはそんなに悪くない数字なんじゃないかなというふうに思ってます。私たちがやってるこのファクトを使った営業代行、まあ、やってること3つ最後にお話しします。 配信先の企業のリストの作成、こういった自動車部品とかの対象企業のリストを我々が作成代行します。それから、どういったファックスの紙面を送ればより反応取りやすいかということを我々が考えて作成の代行します。それから、作ったファックスをこの対象の企業のリストに対しての一斉配信、これも代行します。まあ、全部代行しますので余計な手間がかかるということはありません。それから、こういった受注先見つけました、あるいは受注がありましたということによる 手数料っていうのはいただいてません。先ほど言った一社二年と非常に安価に取引先開拓の代行をさせていただくことができますと。金型メーカーで生き残る方法についてお話しさせていただきました。金型メーカーの方で新しい取引先を開拓したいと思っていらっしゃる方、先ほど言ったように、まあ、売上が減ってきたんで新しい取引先獲得したいと。あるいは、まあ、新しいこう設備投資したんで、まだまだキャパがあ,のあると。 なので、新しい取引先開拓していきたい。まあ、あのいろんな方がいらっしゃると思います。営業活動したいけれども、なかなかちょっと手が回らないという方は、ぜひお問い合わせいただければと思います。この動画の概要欄に問い合わせ先貼っておきますので、そちらからお問い合わせいただければと思います。ありがとうございました。